お願いします。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの赤ですよね。そうなんですよ。あれ、堀さん、もしあれやったら、今ここ俺取っとくからここまで持ってきません。あ、了解了解。ザック見ときましょうか。せっかく背負い張ったのに。あ、全然全然、あの天気があの日のが安定してるかなと思ってんけど、まあでも今日も結局変わりましたもんね。ね、晴れ女さんですか。あのね、私ね、はい、あんまりね、どこどこ次言ったら雨降るから、え、割と黙って、っ周りに黙ってるんですよ。でもそういうのめっちゃわかる。わ、はい、わかります。雨降るんですよ。だからもう言えへんこと。あ、今日もあんまり言わないようにしてるんですか。じゃあその金剛山とかも基本は向こうのあのロープウェイの方からか。金剛山結構登りはるんですか。あらんまり80回ぐらい。でもすごいな、そんだけ行ってはるんや。それはもう十分行ってはります。で、小西さん動画撮ってますけどいいんですか。大丈夫ですよ。いいすか。大丈夫ですよ。じゃあ動画にさせてもらいますね。前の時も、はい、はいはい、はい、はい、山野さんの時も、はい、あの筒状の入り口で会いましたよね。声かけてください。はい、あの、いや、ひょっとして私も釣ってるかもしれんでって、はい、だんだんに言ってて、はいはい、どうしようとか言って。なんか初めの赤い車が入って。おはようございます。もう車がこう、はいはい、やっちゃいます。はい、行けます。なんか、いや、もう車映ってるしとか言って言いながら、すごいもうく、はいはい言いながら見てた。車も映ってたんですか。映ってた、初めは。あ、そうなんですか。もうでも今分かったから、車俺も見てみよう。そう、赤い車が光って入ってきて。あ、そうなんですか。見えてね、あ、映ってる。へー。で、なんか見てから、はい、友達に、はい、13分40秒のところ見てなって。すごい。いや、もうすごい、あの時も明るく喋ってくれはったから、なんかめちゃくちゃ印象的やって。はい、いや、もう、もう声かけるかどうか。いや、うわ、ごめん、またいやいや、全然いいです。いつものスタイル、あのこのバザックとね、はいはい、あのちょっとカーゴ風のパンツと、はいはい、あ、間違いないやろ。あ、って後ろから声かけてくれはりましたもんね。そうカメラ持ってはったしね。はい、いや、嬉しい。喋る私。いやいや、もう好き放題喋ってくださいよ。もう、そうそう、ラクさんですよね、私。はい、で、なんか、あの、はい、岩脇寺のところで野鳥、はいはいはい、見れるとか、そんな調べて、はい、今度旦那と行くときに、はい、ちょっと下調べ行こうと思って、はい、ほんで、岩脇の森、一人で行って、はい、で、ああ、なんか、小学校の時遠足できたわとか思いながらなんか散策してて、はいはい、なんか歩いてたらなんか登山口があって、はい、で大した装備もしてなかったんやけど、はい、あ、なんか行ってみようと思って一人で。いきなりですか。そうそう、ほんなら初が岩脇さんですか。そうやね、うん、一緒ですね。ほんなら、ほんで野鳥目的で行ってんのに、なんかの山登って、で頂上行って、あ、もう頂上まで行きはったんですか。いや、すごい。普通の格好で。めっちゃもう景色が、こんな景色あったんかと思って、うん、大人になってから登るとすごいですよね、あれって。なんか見た時に感動しなかったのにね。え、うん、そっからハマりましたね。あ、そうなんですか。はい、あ、ほんで他も行ってみようみたいな。そう他も、へえ、金剛山も一人でなんか行って、へえ、から YouTube とかなんか見て行って、いいのあるやんと思って、あ、山色はさ、あ、ほんで見つけてくれはったんですね。そうそう、あー、嬉しいな。またあれですか、はい、さん、はい、7月お誕生日登山、お誕生日ですか。そうなんですよ。いやいや、こればっかりは自分の誕生日にあの祝ってもらえるかどうかはわからないんで。あ、いや、うまいことね、タイミングがあったら。そうなんですよ、ね、去年はちょうどその八経ヶ岳に行こうかって、まあ今日
でその時に去年はその仲間が八橋行ったことない、はい、おったんで、はいはい、八橋ヶ岳行ってみようか言うて、で俺とその幼馴染が連れて行くノリになって、で行ったら上に上でなんかそういうのいっぱい持ってきてくれてて、そう、そうで、八橋あります？行ってます、すごい、意外と長いですもんね、ねえ、あやっぱり、あでもオールリ、あ泣いてました、オールリ泣いてる、ブルーの、どこに、いや、あ、お、あんなとこ、ほら撮って撮って、どこ、ほら、てんぺんてんぺん、いやもうスマホしか持ってない、どこどこ、ほらてんぺん、私の夢の先を見て、ほらほら、もうあんな近いとこも、どこどこ分かれ、あ飛んだ、今飛んだ、飛んだ、一応押さえてはおったんですけど、どっかに映ってるはずですね、アップしてみよう、まさかこれだけと思ってたらあんなとこに止まってたわ、金剛山で俺オールリビングの初めてですわ、あそうですか、見てないけど今、あ本当、めっちゃ昔から出たブルーのめっちゃ綺麗よ、 あのピーっていうところに止まってたよね、多分全然見えてなかった、まあ映ってるんちゃうかな、あでもなんか結構やっぱいろんな山登ってはるんですね、岩脇さん、金剛山、なんかその八橋も行ってあるんでしょ、八橋、お大峰系は他どっか登ってるんですか、大峰系は坂ヶ岳、あ、坂も行ってあるんや、あと、あの三田来ているこのそこに、はい、観音峰、あ、観音峰ね、頂上までは行ってないんですよ、あの展望台まで、あ、ここも綺麗ですもんね、ねえ、へえ、鈴鹿の方とかは行かないんですか、鈴鹿はね、御在所、御在所はロッペで行った、はい、いやいや全然全然もう何でも、熊ヶ岳行って熊ヶ岳結構時間短く登れるコースで、はいはいはい、武平峠かなんかいうところね、そうそうそう、はい、でなんか時間あるなぁ言って、はい、でもなんか登る気力ないからロッペでこう、はい、はいはいはい、はい、あと入道ヶ岳、あ入道ね、はいはい、あいやでもいろいろ行ってはるんですね、あ霊山も行ってはるんですか、霊山もいい山ですよね、あありがとうございます、さすがありがとうございます、小西さん、あの俺言うんで、はい、せっかくやったら前行きはります、いいですか、うん、すいません、全然気をつけて行ってください、はい、はい、はい、集中で、はい、あすいません小西さん、こっちなんですよ、すいませんね、ここ結構ややこしくって迷いますよねこれ、はい、あのあこに丸マークがちょっとだけついてて、ここややこしいですよね、あの大雨の時ここがもう全く渡れなかったみたいですね、はい、これもね小西さん、はい、ここね、これ石伏47番尾根ルートって言って、ここが三大急登のうちの一つなんですよ、めっちゃ急登なんですけど、なんかこの、はい、最近これ誰か作りはったみたいですね、かっこいい、かっこいいですね、ね行きましょうか、まっすぐ、はい、また踊り泣いてますわ、泣いてます、うん、踊り泣いてます、すごい鳥にめちゃ詳しい、あ、これですか、これオールリランや、あじゃあ小西さんはその鳥野鳥系が入り口で山始めはったみたいなとこが、そうですね、へえ、そうかもしれないですよ、なるほど、今もう一系山みたいな、へえ、若いですけど、もう若くないねんけど、いや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 、体動くうちにいろいろ行ったりな、めちゃくちゃでもなんかアクティブな感じしはりますね、すごい動き
めちゃくちゃフットワーク軽そう。好きなことをやったら動けるやつ。もうめんどくさいことはしたくない。行けますか、ゆっくり。暑いと思ってて、そこまでムシムシさもマシですね。もっとしてるかなと思ったけど、こっからもう下の沢に降りていけると思うんで、ちょっとドボンしないように。右、はい、そうですね。ちょっと小西さん、あの岩場つるつる滑るんでね、こっち入ってみましょうか。はい、おお、やっぱ水量多いな。山っぽさ全開っすわ。めっちゃかっこいい。いやいや、ほんまに。はい、それ上上がっていきましょうか。全然無言で行ってください。やっぱり山いろはの見るときって、やっぱりルートのことで見ることがやっぱ多いですか。これが初めでしたね。あ、やっぱそうですか。山初め、寺谷とか、はいはい、谷とか、はいはい、あの辺全部一人で。そうなんですか。どっちかって言ったら小西さん、あの小西さん、ご主人さんより小西さんの方が行こうぜ行こうぜの派ですか。そうそうそう、私が自由な感じ。あ、へえ。もう右に渡ってしまう方が良さそうですね。はいはい、渡りやすいところでいいんで。なんとなく進めそうですよね。いけますね。あ、ありがとうございます。今のとこ虫もそこまで気にならないですね。そうですね。ね、うん、あ、これも倒木してるな。最近倒れてるわこれ。ね、僕もしかしたら道系は得意かもわかんないですね。ね、そうですよね。だってもう金剛山はね、もう多分もう全ルート頭入ってますわ。いえいえ、ここが分岐点なんで、もうちょっと先行ってちょっと休憩しましょうか。その右の、そうですね、そのヘリから土のところから行く方がいいかも。ここがね、小西さん、このこっちが、これがあの石武家東谷って言って教育ルートよりも難関ですわ。金剛山で言ったらナンバー3ぐらいに入るんちゃうかな、こっちのルートで。このね、ここです。あ、ここ真ん中。これ中尾の瀬って言って、これも急登、三大急登のうちの一つ。これもめっちゃ急登っすわ。で、丸滝谷がこっちです。すごいな、うん。ちょっとその辺でちょっと飲み物タイムしましょうか。渡れるかな。渡られへんかったら無理せんとってくださいね。行きますか。行けますか、はい、大丈夫ですか。
これもオールリですか？これはミカサザイ。そうなんや。すごい、その聞き分けがすごいよね。絶対聞いてるでしょうね。でも金剛山の唯一おもろいとこはここなんですよね。なんかこうあんまり印がないんで、そのルーファイって言ってこうルートを自分らで探りながら行けるんで、それがちょっと面白いところですよね。あ、いえいえいえ。で割となんかいろんな動画見てたら、その分かりやすく説明してるのってあんまないんで、まあそれはやった方がいいかなと。左から行きますか。意外とないですもんね。そうです、もともとはね。そうなんですよ。でもやっぱりそのルートガイドやってほしいっていう声結構いっぱいいただいてて、最初はずっと断ってて、でやるようになったらやっぱり自分がどういう人間かって相手さんも分かる方がいいやろうなと思って、それでもうそれやったら顔出した方が、あ、このおっさんこういうやつなんやなって分かってもらえたら。ほんまは嫌なんですけどね。あんまり映るの好きちゃうんで。そうなんですよ。めっちゃ気持ちいいわ。ねえ。すげえ気持ちいい。目の高さの枝だけ気をつけてくださいね、はい、目だけ気をつけてください、はい、ほんまただのジャングルですね。ねえ、ロープないんかな、なくなってんかな。ありますよね。うん、そっから右から行ってロープつかめるとこまで上がっていけます、はい、いけるかな。ちょっと距離空けていきますね。ロープ一回引っ張ってください。安全かどうかだけ。いけそうですね。でそれを小西さん左の方にスライドしていって、滝の上のあたり目指していってもらえます。そうです、そうです。うん、そっちから行ってもう一本左のグリーンっぽいロープ、あれも次掴んでもらって、安全なとこでちょっとじっとしておいてください。上上がれます。
しいな。楽しいですね。改めて小西さん、あの T シャツありがとうございます。でもちゃんとユニフォーム着用売れてますか？全然言ってくれたら今のちょっと宣伝にできますわ。ふわっとして動き抜群。ありがとうございます。さすが。大山、はい。2日目、ヒルゼンとか、はい。はい。ヒルゼン三山、はい。あってね。はい。あれ何だったかな。あ、六月。うん。大山も暑かったけど、はい。まだ行けたんですよ。ヒルゼンめっちゃ湿気すごいらしいですね。もうなんかもう登山口が8時半の時点でもやばかったですか。湿気と暑さでもなんかでも。それ小西さん、去年特に6月めちゃめちゃ暑かった時やから。そうだよね。でお友達と参加して、はい、それで、ヒルゼンから登っていって、はい、もうなんかもうなんかこれあかんなと思ってたんですよ。はいはい。ヒルゼンがついていって、 そのヒルゼンも大山もツアーですか？へえ。本当スピード速くて、はいはい。中ヒルゼンに行って、はいはい、もうガンガンのお手段背中にありながら、うわぁ、何でも途中でリタイアするんやったら、はい、中ヒルゼンのところしか道がないから、うん、どうするみたいになってて、はい、もう私降りるわ。また痛くなってて、もうそれ熱中症の出てますよね。友達はまだ行くやったみたいだけど、はいはい、あ、もうリタイアしはったんですか？あ、いやでもやっぱ絶対その方がいいでしょうね。これね、左からなんですよ。はい、これロープで。それね、ロープまずビーンって張ってもらって、ロープ安全かどうか確認してください。いけそうやったら、登っちゃってください。それそこ登り切ったとこ右に歩けるとこあると思うんですけど、危なくなさそうですか？行けますか？はい、オッケー。結構滑るんで気をつけてください。ここちょっと怖いですよ。慎重に。え、全然ゆっくり。登り方見てたらめっちゃ慣れてはる人みたい。こんなことでやったんだ。動いてます？
やっぱ丸滝谷にアドベンチャーが楽しいな。楽しい、めっちゃ楽しい。めっちゃわざわざするね。なんか全然しんどくない。ね、しんどくないっすね。まあな、千早本堂とか行ってる方がよっぽどしんどい。ね。怖いでしょ。上なんも掴むもんないっすか。いける。それロープ掴めますか。なんとか OK。 上に上がってまう方が行きやすいかも。その滝をそり行くよりも上上がる方がいいかもわかんないですね。はい、上行けそうですか。そっちから行きやすい方で。目気をつけて小西さん。よいしょ。うまい。気持ちいいですね。マイナス4、ね、すごい。山野さんすごいペースで。ちゃん、私ちゃん、いいとやった。そこまで。あ、ほんまですか。ほんまはもう何全部登ってるんじゃんすか。いいえ、登ってない。誠意って言わんと。今日はどっちへ行きます。こっちにしましょうか。オッケー。それがすごいだからもうあのすごい親切やなと。あ、いえいえいえ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あったかい。めっちゃあったかい。いや、うまい。金剛山そうやって1年の間にいっぱい登りましたよ。いろんなルート行ってると、はい、気持ちいいですね。マイナス4、ね、わ、めっちゃ気持ちいいわ。上がれそうですか。ゆっくり。ちょっと休憩します。しましょうか。こっちから渡ってしまって行きましょうか。苔で結構滑るんで、緑のロープ掴んじゃってください。はい、はい、
スイスイ行きはるわ。その先行けそうですか？なんとか道ついてます。はーい。ほんま登山道っていうよりももう完全にジャングルっすね。ただのもう一般の登山ルートじゃないっすもんね、これ完全にね。そこ怖いやろ結構。よし。今泣いてんのオードリー。あ、これですか。分からへんな。これは分からへんな。小西さん、それね、その左から来てる沢、そこが下の丸滝って言って、ちょっと見に行ってみます。別に行か、ルートはここまだまっすぐなんですけど、下の丸滝。下の丸滝っていう。もっといつもちょろ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 しか流れてないですけどね。あの水多いからなんかかっこいい。すごいね。行けますか？ちょっと危ないかな。苔あるから滑りますよ。慎重に。ロープ掴むまでが怖いですよね。ゆっくり、小西さん。掴めます？なんか。おお、すごいな。余裕で行ってはるよ。ありがとうございます。すいません。またツツジオとかカトランとかまたちょっとちゃいますもんね。動く木があるかもわかんないんで丸太気をつけてくださいね。はい、丸太の上結構滑るんで。揺れてます？ちょっと怪しいな。うん、全然見た目も変わってますわ。めちゃくちゃ変わってる。はい、ね。この左のが上の丸滝ってこれですわ。これを、うん、あの右側の緑がバーって生えてるところからこう斜めに切って登っていくんですけど、まっすぐもうちょい行って、あ、はい、はい、そう、そうです、もうちょいまっすぐ行って、あの前のゲートというかピンクのロープかかってますやん、あれまだもうちょいくぐってあっから左に巻いていく感じになるんで、はい。もうただの災害地歩いてるみたいなもんですね。ね、いや、もうちょいまっすぐ、あ、これね、わかりにくいでしょ。ちょっと待って、この辺、音質がすごいね。ですね。これね、こっから小西さん、これ行ってもいいし、ほんまだね。そうなんですよ。もうちょい上上がって、木またがって、左にこう、こっちですね。あ、その底が取り付きになってるんで。あ、本当だ。
どっちからでもね、ガラガラ動きますもんね。後ろに音聞こえる。こっちから行きますか。から行きますわ。はい。まずピンって張ってみてもらいます。耐えれるか。いけるかな。いけそうやね。うん、いけます、いけます。ね、うん、なかなか上上がる時もちょっと危ないとこあるんでね。とにかくロープだけ、あ、絶対手離さないように。落ちかけても絶対俺必ず助けに行きますんで。ありがとう。うん、あの絶対手だけ離さないといてください。足でもステップかけるとこありそうですよね。意外といけますね。ゆっくり行ってください。よいしょ。そこ、そっから先見て、コリンさん左にずっと上がっていくんですけど、ロープまだ何個か見えそうですか？あります？あ、あります。で、足元結構滑ると思うんで、ロープ持ちながらちょっとずつ進めるやったら進んでもらえます。危ない、怖いと思ったらもうその場で止まってください。いける。おお、かっこいい。滝の上っすね、それが。なんとなく行けそうですか？はい、安全なとこまで行っちゃってください。足元のスリップだけ気をつけて。はい、OK ですか？はーい。次登ります。で、ちょっとね、はい、よっ、ああ、よかった。ねえ、お疲れでした。うわぁ、やばい。これはやばい。行きましょうか。はい、行きましょうか。ちょっとこれをこっちから登ってロープ越えてこっちの滝の上に上がりますんで、こうこう、ね、はい、そうです、そうです。行けますね、こっちからでも。あ、行くね。うん、持って、持って、大丈夫。うん、その木の左側から行った方が、はいはい。で、違うロープ持ってもらっても持てる。それでもいけます。はい、うん、それも、それもいける。全然怖がらんといけはりますね。いや、楽しい。すごい、すごいな。楽しい。それはすごい。左から、右から、左の方が登りやすいかな。
こはロープないねんな。なんとか行けそうですか？行けそうですか？掴めそう。よし。掴めそうですね。よいしょ。まあ、行けそう。階段みたいになってるわ。もうだいぶ丸滝の源流に来た。あ、すごいね。もうちょろちょろになってきてましたね。だいぶ荒れてる。ねえ。ほんまいてないですね。よっしゃ、おー、だんだん水がなくなってきた。こんなさえずり聞きながら登るのなんか幸せやわ。あ、ほんまですね。こんなずっと泣いてますよ、鳥ね。ここほんまずっとそうですね。ほんまやわ。人の声も邪魔してこえへんしね。今まで先導気持ちいい道歩かしたったらってなもんやな。最後ぐらい頑張ってよって感じや。ロープ持つんやったら持ってくださいね。ほんまや。四つん這い。よいしょ。その辺で息整えますか。ちょっとだけ。ね。よいしょ。こっからもうあとちょっと、今までよりは急なん、ちょっとマシになるって。はい。もうほんで、あと5分ほど行ったらもう今度、合流ですわ。別のルートと今度合流するんで、だんだんもう道、ようなってきますんで。はい。集中、ここね、ちょっとだけ。頭だけ気をつけてください。何か持ったら、できるだけ左側歩く方が逆に安全かも。はい。持ってしまうんであれば。怖いっすよね。いけるかな。うん、それが一番ベストかも。危ない危ない。いけました？顔は打ってません？顔は打ってない。あ、よかった。膝星しか打ってない。弁慶を。登れるかな？ちょっと痛いの我慢、後からでも、今ちょっと休憩してからでもいいっすよ。そうやね。ちょっと足のかけ場所を考えながら。こうして。うん。それでかわした、オッケー。柔軟体操大事やね。ない。ねえ、ほんま。こっちに行けたらいいな。よいしょ。そこ上がるのしんどいんですよ。行けますか？ありがとうございます。さあ、合流点。合流らしき。来た来た。ああ、ほんまに。はい。合流。よいしょ。ああ、すごい。ここがこの中尾の瀬っていうところから上がってくるのと丸滝谷とで、こっちが石舞東谷。すごいな。でここでまださらに、さあちょっとあと、もうちょっと六道の辻っていうところまで、次の合流点までちょっとだけ、まあそこまでしんどくないけど
もう 3,4 分ですわ。あ、 3,4 分、はい、3,4 分これも右から合流です。これがあの最初に見た47番から上がってくるのがここなんですよ。もう知ってはるわ、ね。はい、ここが六道の辻です。ここでちょっとだけまた座って休憩しましょう、うん、で、はい、まあ、あとは約15分、うん、20分でもう頂上なんで、ああ確かけるところがあります。はい、ちょっと座って、ようやく座って休憩しましょう、はい、ああ、ほんまや、ね、六道の辻、ほんまや、ね、本当に道がよ開きましたね。ほんまですね。行きましょうか。はい、こちらでは、その関西とか関東の人があのアルプス行くのって結局どうしても寝られへんのが痛いっすよね。じゃあ寝れるのにね。なんか富士山なんか制限かけるとか言ってますよね。あ、なってるんですか、そんなん言うてるんですか、うん、へえ、やっぱ多すぎるんかな。ねえ、これ最後の登りです、はい、こんにちは。あ、ありがとうございます。こんにちは。あ、ほんまですか。見てくれてはるんですか。あ、ありがとうございます。よかったらステッカーとか、ステッカーもらってもらえますか。あ、ありがとうございます。よいしょ。昨日も、はい。どっかのルートを見てくれはったんです。中尾の瀬を見て、はい、で今日登ってきたんです、ね。今日中尾の瀬で来はったんですか。はい。へえ。なかなかきつかったです。きつかったです。あれ、なかなかきついですよね。はい、すみません、一枚ずつよかったら。すみません、ありがとうございます。また見てください。はい、またあの参考させていただきます。すみません。ありがとうございます。どっから降りられるんですか。今日はあの西不動の不動の西。あ、なるほど、はい。お気をつけて。すみません、ありがとうございます。お願いします。今日で一番高いところがここです。あ、そうですか、はい、頂上広場よりここの方が高い。あ、そっかそっか、はい、よっしゃ、ね、うわ、よいしょ、おー、こっちだけ、はい、ほんま、ふぅ、ここから青毛っすね、こっち行ったら、はい、帰りはもう多分でも青毛の方がいいかな今日は。あ、そうですね。ね、そうしましょうか。うんうん、お花咲いてる。ほんまや。お花咲いてるがこう。お花の。いっぱいいただきます。頂上エリアまで行ってまいりますか。行ってまいりましょうか。行ってまいりましょう。うわ、やっぱこの時間人が多い。はい、10時16分頂上、ね、10時15分、はい、お兄さんお疲れでした。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。これスノーピークのやつですか。これスノーピークです。はい、アルミのやつなんですけど、もうかれこれ8年ぐらい作る。うん、おいしい。ね、うん、おいしい。おいしい。うん。俺はもうほんま
その関西の山もできるだけ行きたい、うん、制覇したいというか、うん、まだまだいいことがいっぱいあるんだよね。Start descending。 こんな言うの失礼やけど、うん、いやそんな向こうの質問レベルとかやったら、うんうん、そんなガイドいらん、絶対いらんし。いやいや、ぶっこけてましたよ、ね、そんなそんな。なんか むしろ、うん、あ、私僕そんなに登れないねんなっていう人が、うん、もうちょい応募してくれはったらええんやけどなって思いますね。あ、そうですか。うん、ほんだら、うん、なんかその、うん、来た意味があるかな。でも、うん、その登れはる人はね、うんうん、もうだって、うん、そんな僕が教えることなんてないし、いや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 、いやほんまなんか逆にね、うん、すいませんこんなんで、うん、って思いますわ。いや、よう言いますわ。いや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 、全然どうですよ。いや、これ山登りってほんま不思議やなと思うのが、はい、なんか今まで全然何にもやってへん人ほどハマるっすね、うん、ああそうかもしれませんね。なんか若いうちから割とアクティブに動いてはる人ほど、うん、そんな山登りせえへん。ああなるほど。なんかね、あ、なんか40ぐらいまで、うん、45ぐらいまで、うんうん、ずっと家にこもってましたっていう人の方が、あ、なんか山にはまって、うん、山ばっかり行ってるって。そうですね。うん、なんか不思議やわ。取り憑かれてるんでしょうね、みんな。ねえ、取り憑かれてるんでしょうね。ねえ、うん、前回の集いの時に、はい、前々回かな、うんうん、あの寺内さんって男の方が持ってたザックが、うん、そのあるんすけど、うん、俺はそれも前からずっと欲しいやつやって。あ、そうだったんですね。そうなんですよ。で見してもらって、 あ、やっぱりいいなと思って。あ、そうですか。そうです。ただもう欠点は、そのザックの欠点は重さなんですよ。あ、重いんですよ。あ、ゴツゴツしてるんで。あ、まあ丈夫やねんけど、まあ、基本そのミリタリーというか軍門なんでね、その登山で使うってやつよりもその軍隊が使うやつやからいいんやけど、欠点は重い。いけますか。いけます、いけます。でも登山で重いはかなりデメリットですからね。そうだね。でもそれでもアクセスがめちゃしやすいとかね。あ、うん、やっぱりそれ大きいなと思って。あ、なんかカンカン、要はその辺でほんまや、ね、なんかビール瓶割れたやつとかさ、ビール瓶が先輩 ありました。そんな結構ある。あ、まあまあありますね。うん、なんでこんなとこ瓶、ビールかなんかせんけど、なんか瓶をね、瓶の割れたやつあるの、うん、とか。やっぱこの青ゲドウも長いね。影やのにこれや、ね、これこそほんま梅雨な感じっすね。そう考えたら朝の丸滝谷だいぶ涼しかった。涼しかったね。ね、うん、あー降りてきた。いや ありがとうございました。 ありがとうございました。はい、12時49分下山完了です。よし、今日は金剛山北ルート登山口から丸滝谷ルートで、小西彩子さんと一緒に。ありがとうございました。いや、もうとんでもないですよ。もうそんな楽しく登山行けました。丸滝谷ルートはちょっと危険なんで、見ても他の動画もあるんですけど、できたら危ないんで知ってる人とチャレンジしてみてください。